川端です。よろしくお願いします。今回は x2乗イコールルート2たす1分のルート2引く1の時 x を求めなさい、二次方程式を解きなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、この式分母を有理化します。ルート2たす1ですが、ここのプラスのところをマイナスに変えたルート2引く1を分母分子に両方にかけます。こうなるんですね。同じもの、分母と分子に同じものをかけるっていうことは1をかけることと同じですね。こことここを約分して1になりますから、だから1をかけても数は変わりませんからね。そうするとこれを計算するとルート2たす1、ルート2引く1、和と差の積なので2引く1で、ここですがルート2引く1かけルート2引く1ですが、これ2乗になるんですけど展開しないでください。そのままの形、ルート2引く1の2乗という具合になります。そうすると2引く1は1なので、括弧ルート2引く1の2乗、これが x の2乗ですね。したがって x イコールこのね、2乗を取ってルート2引く1にはなりませんからね。ここ気をつけてください。まあ、例えばですね、x2 乗イコール4とかもですね、これ、x が2だから2の2乗で4っていうのは気持ちはわからないでもないんですけども、2以外にもマイナス2も成り立ちますよね。マイナス2の2乗、マイナス2かけてマイナス2でプラス4ですからね。なので、x イコールプラスマイナス2と。なるわけですね。2とマイナス2でプラマイ2。なので今回 x イコールルート2引く1ですけれども、プラスマイナスカッコルート2引く1という具合になるんですね。ここのね、2乗の中身ですが、これにプラマイつけたものが答えになりますよと。まあ、つまりプラスの場合だったらルート2引く1、マイナスの場合だったらマイナスルート2足す1と分けて答えるんだったら、このようになります。分かったかな？ということで、まあ、ちょっとね、不思議な問題だったかもしれません。ね、二次方程式を解く問題でした。以上で解説を終わります。では。